それでは、盤面整理の方ですね、始めさせていただきたいと思います。終わる終わる何の終わる終わる、ずっと足踏み、ずっと足踏み。はーい、了解でーす。はい、作りました。ドゥーズースチャ8888、はい、よしよしよし、88、わしよしよし、わしよしよし、わしよしよし、ケツの穴ペロン、あれケツの尻尾上げてケツの穴グリン、急にキモいじゃん、キモキモいって言うのかわいい、カズナファン、カズナカズナ馬か、あ、じゃなくてそうか、カズナファンって多分吹っ飛ぶで俺ポローンって吹っ飛ぶで、リードファン、ファンっていう擬音もようわからんけどファンって何今日の役職なんだ。じゃあちょっと脇が分かってないの、主人さん盤面整理、脇が分かってないのは、あ、来た、あ、主人さん死んでる、あ、で死んでんねん今日はですね、盤面整理が日本一うまい主人さんということでやらせていただきます。よろしくお願いします。盤面整理してくれよ主人さんの遺品整理さなかんやん俺らがうまいこと言わんねえねん。誰に盤面整理してもらいます。うん、じゃあ、リーダーシップのカサトランで。それでは、盤面整理の会を、始めさせていただきたいと思います。今回の、時間のあれとしては、まあ、大体20秒くらいで今回の、流れを説明した後に、その後60秒間でね、盤面整理の方、やった後に20秒間の最後ね、仲間の方、もうないよ、ないな。20秒だな、計算してください。もう70秒しかないです。はい、それでは盤面整理の方始めていきたいと思いますが、ディベートか、おい、ディベートかい、なんか、はいはい、じゃあ質問です、始める前、始める前にしろや、家計一緒だろ、それでは、盤面整理の方ですね、始めさせていただきたいと思います。終わる終わる、何の終わる終わる、ずっと足踏み、ずっと足踏み。情報は多分全部出たんで、ミサトランにちょっとじゃあ、そうそうそう、ミサトランが整理してもらって、ここから盤面整理第2回を開催いたします。お、はい、それでは、はい、前回は説明で終わってしまった節もあるので、今回は巻きでいきたいと思います。負けない負けないじゃん、なんでそれ言わない、まず1をあゆえじょに教えてください。あゆえじょ40秒使ってんの、あゆえじょこの時間がもったいなすぎもうはっちゃねえよ、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 はっちゃマジ何もしてない、はっちゃねえよ、もうぐったぐだよ、行け。夏休みいつ戻れそうなんだろう。あとあと一駅くらい出てました。あと一駅か。一駅？あと一駅だって。一駅？終電大丈夫かな。どこの地方やね、どこ9時やね、なあ、はい、な、岩手かナイツ、ナイツ、うん、岩手にどんな偏見持っとんねん。そうだよ、岩手県の人に謝れよ、まだあるだろ、9時なんて終点あるわ、すいませんすいません、東京に住んでるんで分かんなかった、すいません。班長、いないいないばしてあげようか、いないいないバー、いないいないバー、いいよ、いないいないバーしましょうよ、いいっすよ、してほしいですか、いきますよ、うん、いないいない、あざまえ、誰もいないとこにいるとか、おい、主人さん、いないいないバーしましょうよ。いいよいいよ。
おい、寂しい、おい、しじい、おい、おい、なんでお前が後ろにいたんだよ、バーカー。いないいないバーの実演販売があるって。あ、じゃあ、お願いします。ちょっと遅れてるみたいなんで、すいません、掛け声だけいただいてもよろしいですか。いないなーい。バーということで、こういう感じになるんですか。あの、すいません、もうこういう感じじゃねえわ。直してきます、リアクター。すいません。どうしたの。え、ショボさん、さっきいただきますのことなんて言いました。え、いただきますって言った。それうちがね、小さい頃から家族でやる号令なんですよ。じゃあやるのはできるじゃあ。いや違うの、そのリズムとその音程で言うの。小学校の時一緒だったよそれ。あれ、ね、皆さん、お手手を合わせてください。それでは、いただきます。いただきます。やべえ、みんな一緒なんだ。マジか。じゃあここ全員同じ小学校。俺しんどいやん。そうかもしんない。嬉しい。同じ小学校。いや、嬉しい。マジか。俺1年1組だった。どこで間違え。俺1年2組だったよ。おい、人死んどんの。俺1年3組3組俺3組。おい、人死んどんの。ごちそうさま。どんなんだ、ごちそうさま。なんで、ごちそうさま。人死んどんの。ごちそう。あ、こんにちは、ヒーローです。よろしくお願いします。あら、ヒーロー。あら、ブーンブーンブーン、ヒーローです。スーパーランです。スーパーラン。あなたは何、攻撃を食らっても痛くないんですか。痛くないんですか。そうです。はい、クモの糸を。ちょっと殴ってみてもいいですか。はい。ほれ、えっ、食らってるよ、食らってる。痛そう、痛そうよ。え、大丈夫ですか。ヒーローは行かない時もやり返さないのだ。大丈夫、痛い。もう一発、ほいや、ほれ。痛い。ヒーローはやり返せないんだ。痛い。痛くないです。痛くない。鍛えてるんで。もう一回行くよ。はい。おりゃ。おっさんが痛いな感じだぜ。あ、なんだ、殴ってたな。間接的にやりました。まあ、間接的、もう間接的っていうのもちょっと、もう本当に難しいなこれ。なんか分かんないよね、状況が。どう殴ったの。だから、じゃあ最初に聞くよ。ポンズ野郎がね、ミサトランで、で、うん、私スーパーランだから打撃痛くないのって言ってきたから、俺がって言いますよ。あ、私スーパーランだから打撃痛くないの。あ、じゃあやってみていい。急に、あ、それはもうね、バーッ、待って、間違えた。ちょっと待ってください。先生、あの、のっちさんに僕殴られて今。僕が受けた波動でネロちゃんが死にました。はっちゃん見てますよね。はっちゃん見てますよね。中野ちが打撃、中野ちがポンズに殴って、そのポンズがネロちゃんにアタックしちゃって死んじゃいました、ネロちゃんが。はい、その勢いなのかどうかわかんないですけど、まあ、狂気ポンズ野郎って感じでしょ。なあ、あーっとー、あーなんでだよ、なんでだよ、なんでだよ、本当だね、本当だ、本当だ。番長、番長、番長、受けて、このスカートって似てるんですよ、あの裾が。おうおうおう、この風を受けておいて。ああ、ほんとだ、ヒラヒラしてるね。うん、ほんとだ、ふわーってなってるの。ねえねえねえ、マリリン・モンローやん。え、面白くなかった。え、ちょっと待って、え、今の面白くなかった。あ、一人だ、寂しそう。今の面白くない。あれ、寂しそう。ジンさん、なんか語ってほしいな。何を語ればいいんだよ。前回のなんか愛について語ったじゃないですか。何がいい。なんかちょっといろいろ聞きたいなと思って。いや、言ってくださいじゃ、何がいいか。
じゃあそうだな、正義。正義ね。正義、なるほどな。まあ正義、まあつまりそれは何かってことで悩んでんだろ。でもさ、それは俺の中では実はどうでもよくて、大事なのは本人がどう思うかってことなんだと思うよ。それが正しいかなんてのはその人にしかわからないだろ。だからな、人生は自分自身で決める。もし飛べないなら走ればいい、走れないのなら歩けばいい、歩けないのであれば這っていけばいい。何があっても前に進み続ければならないのです。これはマーティン・ルーサー・キング・ジュニアの言葉なんだが、どんなことがあっても前向くってのは大事なことだと思うんだ。どんな道もさ、下向いてたら壁にぶつかるかもしれないだろ。え？前を見てたらつまずくって？つまずいたっていいんだ。きっとお前はいつからかつまずくこと、失敗することを恐れちゃってると思うんだ。でもな、失敗することで学ぶことってたくさんあるんだぜ。失敗することもまた一つの人生なんだぜ。例えば最初から何でもできる人なんていない。階段は一番下から一番上まで一歩で登るなんて不可能なんだ。だから一歩ずつ着実に進んでいこう。逃げ出したくなるときは逃げ出したらいい。なんだって？それは俺は逃げることだと思わないからだ。例えば大きな穴があったとして、それを飛び越えるのに助走をつけるだろ。助走をつけるとき一旦後ろに下がるんだ。だからそれは逃げなんかじゃない。後ろに下がるのも助走期間だから前に進んでるのさ。面白い話だろ。何事も成し遂げるまではいつも不可能に見える。これはネルソン・マンデラの言葉だ。言ってみればやる前なんて全部不可能なんだ。やってみたらそれが可能に変わることだってたくさんある。やる前からダメって諦めるより、やってダメだった時の方が後悔も少ないと思う。だからお前はきっと前を向くことができる。正義、正義だって、それが正義だからな。例えばそこに花が咲いていて、その花が枯れそうだから、それはお前だ。ここ。その花がここから立ち上がる。踏まれても踏まれてもまた立ち上がるんだ。誰にも助けてもらわず、たった一人でな。でも、お前は一人じゃない。俺たちがついている。あ、それだけで前を向くきっかけになれるんじゃないか。ちょっとすいません。努力しても成功しない人なんてたくさんいる。だからお前の努力は無駄じゃない。ちょっと枠申し訳ないですけど、少なからず来てもらうことって可能ですかね。本当にそれがたとえ成功という結果じゃなかったとしても、本当にお前が頑張ったっていう事実は変わらないんだけど、すいません。だから正義ってのはつまりが聞いたままでいいんで、ちょっと自分たちで正義を見極めるっていうのはとても大事なことなんだね。これが正義でいることはずっと喋ってる。愛する人が死ぬことはありえないの。だって愛は不滅だから。これはエミリー・ディキンソンの言葉だ。まだ喋ってる。